予想外のことばっかで、おいらもうついていけないぞ。そこは私の想像通りだったね。前に言ったでしょ、この世に悪鬼なんてそういないって。彼は何かのきっかけで無謀の丘を離れ、そして何かが原因となり戻れなくなったんじゃないかな。なんかその説明無理やりすぎないか。実はそうなんだ。さすが私。僕はただ友達が元気かどうか気になったから理由校に来たんだ。悪いことやいたずらなんかしてないよ。人を驚かすなんてことも絶対にない。前に無謀の丘へ肝試しに来た人がいて、その人が理由校から来たのを聞いたから、その人の後をついて行ったんだ。あのかわいそうな落星だね。道理で誰かにまとわりつかれてる気がして悪夢を見てたわけね。え、僕気づかれてた？じゃないとあんなに怯えないでしょ。そうだぞ、フータオとモーが必死に探してたのに。実は僕理由校に来たことなかったから道に迷っちゃって、みんなのところにたどり着けなかったんだ。ああ、そういえばロー兄貴は小さい頃から方向音痴だったな。俺たちがいなきゃ自分で下山もできないくらいに。そんなしょうもない理由だったのかよ。幽霊は飛べるだろ、飛べば道が見つかったんじゃないか。怖いんだ、高すぎて怖い。うんうん、そうだった。小さい頃山から下を見るのも怖がってたな。お前やっぱり全然変わってないな。人前に出ちゃダメだって知ってたんだけど、理由校は人が多すぎるからどこかに隠れるしかなかったんだ。ただその時この地脈人石に引き寄せられてここに来たの。お前が悪鬼になってなくてよかった。本当によかった。私の専門家としての判断を信じてって言ったでしょ。さてと、あとはこの迷子を無謀の丘に連れて行ったら全部解決だね。ですがさっきあいつは友達を見に来たと言ってました。多分俺だけじゃなくて正吾、キキ、宗氏の3人のことも。じゃあそれならロー兄貴の願いを叶えるために送別儀式でもやろっか。私とモーはロー兄貴を無謀の丘に連れて行くから、あなたは幼馴染の3人から自身を象徴するものをもらってきてちょうだい。みんな友達なんだし直接ここに呼べばいいじゃないか。それかロー兄貴を連れて行くとか。それはダメだよ、驚かせちゃう。一般人は関わらない方がいいって言ったでしょ。知らないことは知らないままでいいの。だから物をもらいに行くとき、このことがバレないように注意してね。本当にフータオが言ったやり方でいいのかな。でもまあその方がびっくりさせずに済みそうだもんな。君たち悪いけど往生堂に厄介になることなんて本当にないんだ。ああ僕とモーは幼馴染でよく遊んでたよ。でも
なぜか彼は往生堂に入ったんだ。正直言ってあそこの道主は変わった人なのに、まあ彼には彼なりの理由があるんだろうけどさ。だって僕たちの中で彼だけがまだロー兄貴のことを。そうだ、ロー兄貴のことは彼から聞いてる？うん、全部聞いたぞ。じゃあさ、もし仮にロー兄貴に何か一つ物をあげられるとしたら、何を選ぶ？仮にだぞ、本当に渡せるなんてことはないからな。そうだね、僕だったら彼のために料理を作るかな。彼は辛いものが好きだったんだ。通常の何倍も辛いジョジョジーが大好物でね。そうだ、もし絶雲の唐辛子を持ってきてくれたら作ってあげるよ。小さい頃に食べてた味だからきっと喜ぶはずだ。分かった、少し待っててくれ。絶雲の唐辛子はリウエの至る所にある。もし見つけたら作ってあげるよ。うん、これなら足りると思う。じゃあジョジョジーを作ってくるよ。君たちは他の人のところにも行くんでしょ？他の人のが終わったら僕も料理を渡すから。おお、分かったぞ。じゃあ後でな。あれ、どうして知ってるんだ？また君たちか。王将堂の商売には興味ないと言ったはずだが。今回はモーからの紹介なんだ。お前たち友達だろ？ああ、それは確かだが、そういえば最近王将堂に入ったと聞いたな。理由は大方察しがつく。俺たちの幼馴染だったロー兄貴のことが原因だろうな。そう簡単に納得することはできないと分かってる。過去を忘れるっていうのは容易なことじゃない。俺もそうだった。それで君たちはロー兄貴のことでここに来たのか？鋭いな。まだ何も言ってないのに。これでも商人なんでね、人の機微に関しては敏感なんだ。皆は俺のことを鈍感だと言うが、この商売を続けているうちにそれも少しは改善できた。最初の頃はヘマばっかしてたがな。これを君たちにあげるよ。これは俺たちが小さい頃夢見てた豪華なおもちゃ箱だ。その頃は金がなくて買えなかったが、今は商売がうまくいってこういう箱を何十個だって買える。昔の夢も叶ったかな。うわ、これがお金持ちってやつか。俺にとってそれは思い出の象徴でもある。それを夢見ていたからこそ今の俺たちがあるんだ。そうだ、見たところ俺の次は正吾と宗氏のところに行くんだろう。もうあったから今から宗氏のとこに行くところだ。おお、宗氏なら後で飛雲の丘の空中通路で会う予定だ。不当に向かう階段の上だな。俺は少し用事を済ませてから行く。
一緒に集まって昔話をしてるんだ。僕たちの長年の習慣だよ。俺たちの故郷は災害のせいで崩落した。帰るところがもうないんだ。だから故郷の人がいるところを故郷だと思うようにしている。二人から聞いたわ。自身を象徴するものを探してるんでしょ。私は今リーウェ校の小刀職人をやっているの。私を象徴するものはその小刀くらいね。先日何個か高品質な不浄の石片を手に入れたの。それが不当の倉庫にあるわ。もう管理員に話は通してあるから、悪いけどそれを持ってきてくれないかしら。どうやら説明する必要もなかったみたいだな。早く持ってこようぜ。そういえばお前たち二人は自作のものなのに、俺だけ買ってきたものだな。でも値段的にはそっちの方が僕たちのより何倍も高いでしょ。重要なのは値段じゃなくて、記憶に残っている大切なものかどうかよ。それとあの約束を永遠に忘れないこと。聞いてるよ。すでに記録もしてあるから問題ない。浮上の石片はあそこの箱の中だ。探してみてくれ。ここじゃないな。他のところを見てみようぜ。ここじゃないな。他のところを見てみようぜ。言ってたのはこれだな。これを持っていこう。お疲れ様。やっぱり申し分ない品質だわ。少し待ってて、もう最後の仕上げに入れるから。よし、これでできたわ。小刀の中に私たち5人の名前を入れたわ。毎年行われる回答祭でも名前を入れた小刀を一つ用意してるのよ。この先どんなことが起ころうとも、たとえ歩む道をたがえようとも、この習慣が続く限り私たちは変わらない。ロー兄貴のことはこれ以上何も聞かないって、さっき3人で相談して決めたんだ。もしそういう機会があるんなら、俺たちは元気にやってると伝えてくれ。それから昔に言ったことはもう全部実現したっていうのもな。ありがとう。オイラたちがしっかり伝えるぞ。こんなにいい友達を持ってロー兄貴もきっと喜んでくれるな。全部揃ったから、無謀の丘にいるフータオのところに行こう。そういえばお前たち、でも重要なの。それと、
早い。パイモン、バレてないよね。おいら、そんなに信用できないか？冗談だよ。別に大丈夫。自分たちを象徴するものをくれたということは、多かれ少なかれ感づかれてるだろうし。でも幽霊や亡霊に関しては何が起きてもおかしくないの。彼らがそれ以上追求してこない理由はそこにあるのかもね。もし後々何かに付け狙われることになったら、その時は一線を越えることになる。生と死の境界を維持する、往生堂にとって一番重要な仕事だもの。普段よりも真面目になるよ。オイラたちはもう特例なのか？境界を越えても大丈夫なんだな。もちろん、あなたたちを巻き込んだ以上、もうと同じように何も隠すつもりはないよ。これから行く場所で何を見ても何があっても驚かないでね。そこは生と死の境界にある場所だけど、ただの平凡な地。一つ特別なところを挙げるとすれば、人々に知られていないってところくらいかな。本当に、本当に驚かないでよ。じゃないと後であなたたちの記憶を消さなきゃいけなくなるから。行こう。お互いのためにも肝に銘じておいてね。なんか怖いな。でもここまで巻き込まれた以上、最後まで付き合おうぜ。地に最も近い場所でも、伝説に歌われる地獄や冥府とかじゃない。ただ単に地脈が入り乱れているだけの場所だよ。深呼吸して私についてくれば大丈夫。送別儀式の会場。この模様、どこかで見たような。決められた位置に立つことで完全な形を確認できるはずだよ。うん、前にやったのと同じだな。みんなを守るからね。ミュージック、さっ、さあ、よっ、行こう、よっ、うん、よっ、さよなら、おい、よっ、なんだか穏やかなところじゃないな。教会が教会と呼ばれる理由、それは、これじゃない正解だから。なんて言うんだっけ。儀式か。この流れで出てくる単語じゃない気がするんだけど。それOi! Ha! 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 Ha!
そういえば冒険者協会の冒険者は物置が得意だよね。適切なものを適切な場所に置く。破壊とか元素反応とかでドカーンと。何かヒントを伝えようとしてるのか。でもちょっと数が違うみたいだぞ。わからないな。周りとか前の方を調べてみようぜ。
ここはさっきと同じところじゃないか。早く投降しなさい。何よ。どういうことだ？俺たち本当に進んでるのか？ずっと元の場所に戻されてるみたいだ。ずっと同じところに戻されてる。きっと機動省の仕業だ。そうじゃないよ。あなたたちの様子を見て。やっとたどり着いた。あのおかしな空間から抜け出せないかと思ったぞ。わざとそういう風にすることで勝手に入ってきた人を驚かせて近づけさせないようにしているの。もう変なものは出てこないよな。うん、あとはここから飛び降りるだけ。儀式の会場へ。私たちの目的地はもうすぐそこだよ。興奮してると思うからいつも通り話したり見たりしてて大丈夫。すぐにここがどうってことない場所っていうのがわかるから。あなた方は客人？すみません、めったにお目にかかれないもので。太郎さんが連れてきた人たちみたいですので、私も安心しました。この場所は何もなく、おもてなしはできませんが。ランケイと申します。ここである人を待ち続けてもうどれくらい時間が経ったのかも分かりません。待つことは気が遠くなることですが、散歩をしたり他の人と話をしたりすれば少しは気が楽になります。待ち続ければ会えるのでしょうか、それとも会えないのでしょうか。もしあなたにも大切な人がいるのなら、ここで待つなんてことはしない方がいいでしょう。私は
待つことしかできませんでしたので。仕入りか？奇遇だな、俺もだ。こんな綺麗な景色が広がってるなんてな。俺はてっきり暗くて寒くて方向すらわからない場所かと思ってた。ここは気持ちを整理するにはもってこいだ。もともと期待していなかったからかな。そういえば最近張さんに会ったか？あいつか。もうそろそろだと言ってたのを聞いたよ。ほ、それはいいことだ。これからあいつはどこに行くんだろうな。気になるならわしたちも行ってみるか。また今度な。今もう少しここにいたい。また怪盗祭の時期か。いつの日か塔を見に行けたらいいな。塔がなくても願い事はできるよ。お母さんが教えてくれたの。大声で願いを言えば将来きっと叶うって。大声で？それは恥ずかしくない？誰かが先にやってみんなが続けばお前も恥ずかしくなくなる。そうだそうだ、ショーゴ先にやってよ。僕はいつの日か食べきれないほどのご飯とお菓子がある大きな料理屋を開く。毎日ジョジョジーが食べられるように。それだけかよ。笑うな。そっちはどうなんだよ。もちろんお金を稼ぐことさ。たくさん商売をしてたくさんお金を稼ぐ。お金があれば何でもできる。こんないいことはないだろう。そうだな。お金があればあの高いおもちゃ箱だって買えるんじゃないか。買うなんてもんじゃねえ。一人一個ずつ、いや一人何個でもだ。じゃあ父が大商人になったら私はお金を稼がなくてもいいってことね。いやいや、お金を稼ぐのは大変なんだ。俺だけに頼るなよ。私は大きな名称の塔を作りたい。小塔作りも学びたい。将来は最も腕の立つ職人になるの。そうだね。そうなったら林栄校に行かなくても小塔を飛ばせる。それでモーとロー兄貴は？僕は、あ、一番肝心なところで消えちゃったぞ。懐かしいな。あれが俺たち5人の揃った最後の怪盗祭だった。時間が経ってみんなこんなに大きくなったんだね。あの時言ってた願いは叶えられたかな。3人に会ってきてそれぞれ自分を象徴するものをもらってきたぞ。ショーゴは料理人に、キキは大商人に、ソウシは小刀職人だ。そうなんだ。あの時言ってたことはずっと俺たちの心に残ってる。何が何でも叶えるという約束だ。とりあえずこの塔を飛ばそう。ちょっと空気を読んであげてよ。彼らが話してる間は遠くでそっと見守りましょう。
ち5人の名前が書いてあるよ。よかった。そうだ、さっき毎年トーンを飛ばしてるって言ってたけど、そこに書かれた名前も多くなっていってるの？例えば正吾の子供とかキキのお嫁さんとか。実はいい知らせがあってな、キキはもうすぐお父さんになるんだ。あいつ最近はそのことでいても立ってもいられない様子でな。あんなに鈍感だったのに、いいお父さんになれるかな。いやいや、今は頭が切れるぞ。詳しく話すとだな。空気が読めないってお前に一番言われたくないぞ。もうはすでに境界を越えた人間だから、これでいいの。前にも言ったけど、往生堂が最初に行ってたのは葬儀じゃなくてお医者さんみたいな仕事だった。魔人戦争の時期は死体の山、おびただしい数の霊、蔓延する疫病、すなわち死が私たち聖者の世界を蝕んでいた。その時に往生堂ができたの。弱々しい人間という身分で長い時をかけ死を追い返した。大きな代償を払ってきたみたいだな。それからまた長い年月が経ち、リーユエコーは栄えた。人々は名誉とモラを追い求め、やがて狂気に達した人が死の遺産に触れた。魔人の残滓が人の世を壊したの。具体的なことは省くけど、それは生という自滅と死という終焉でもあった。それからすごくすごく長い時を経て、やっと均衡が整い、境界を保てるようになったの。そのおかげであなたたちが見た今のリーユエコーがある。今の往生堂と私もね。これは以前の同志が好んで語ってたことだよ。彼らよりはうまく話せてると思うけど、どれだけ理解できてるかはあなたたち次第。私からしたら何も知らない方が楽だけどね。この時代は恵まれてるよ。生と死がこんなに平和に寄り添ってる。こんなの当たり前じゃないんだから。そろそろ時間だね。行こう。彼らを始まりと終わりの地へ送らないと。それってどこのことだ？私たちが初めて会った場所。適当につけた名前だから気にしないで。満足できたかな？もし何かのきっかけで悪鬼になったら、その時は容赦なく滅却するけど。しないしない。こんなにしてもらってもう大満足だよ。みんなが元気にやってるのが分かって本当によかった。お前たちにも感謝しないとな。ある意味俺の夢を叶えてくれたんだ。さっき言ったことはあなたも同じよ。もうもしまだこれ以上くよくよするようなら覚悟してちょうだい。
いや、そんな笑いながら怖いこと言わないでくださいよ。じゃあ最後の最後にロー兄貴に一言言ってあげて。またな、ロー兄貴。違う違う、またなはダメ。言ってらっしゃいとかにしないと、またったら困るでしょ。大丈夫、僕はそっと離れることにするよ。ごめんね、僕たち二人が言った夢だけは叶えられそうにない。気にするな、どうってことない。安心していけ。うん、みんなのことは忘れない。それじゃ。行っちまったな、はあ、なんだか人生の一大事を成し遂げたみたいで心が空っぽな感じだ。あ、さっき言ってた二人の願いって？お互い家庭を築いたら家族みんなを連れて解凍祭を過ごす。だから俺はあいつらが羨ましいんだ。あいつらはもう夢を叶えたが、俺の夢はもう一生。そうだそうだ、それに誰だって死ぬ日はいつか来るものなんだから、生きているうちにしっかり生きて、やるべきことをやってから会いたい人に会う。それもいいことだと思わない？ありがとうございます。とにかくもう無謀のお金は戻らないと思うから、しっかりと気持ちの整理をしなきゃな。それじゃあこの機会にどこか遊びに行ってきなよ。許可する。あ、もちろん今と同じく給料は出ないけど。待てよ、何か忘れてないか？お？教会に連れて行ったのは人探しを手伝うのも兼ねてたんだよ。その反応じゃ見つからなかったみたいだね。残念、惜しい惜しい。いや、ちっとも惜しくない。私もあなたたちが見てないところで探してみたんだけど、残念ながら何も見つからなくて。これからも気には留めておくから、何か分かったらあなたに連絡する。適当に言ってるだけじゃないよな。えへへ、生きてる人を探すのは得意じゃないんだ。もし教会の向こうにいる人探しなら。縁起でもないこと言うなよ。安心して、その生きた人もしっかりと探してあげる。もういつになったら私の冗談に慣れてくれるの。私にも私なりの理由があるから。理由？今日私たちが行った場所で見てきたものは、聖者の世界に執念を持つ死者たちなの。でも私はそこで歴代の同志を見たことがない。一度も往生堂の同志になることはきっと悔いの残らない正しいことなんだと思う。もう帰ってくることはないし、もう少しここにいたいんだ。同志の言う通り、外で気晴らしするのもいい案かもしれない。そしてきっと新しい生活が始まる。